こんにちは、ナスコ株式会社です。今回は弊社が取り扱っている各種放送形態についてご紹介させていただきます。北環郷マップの特徴は環郷パックとしての良さは生かしつつ鮮度延長ができる点です。今までのパッケージだと密閉されないため日持ちしないことが難点でした。北環郷マップであれば熱シールで密封しマップ包装ができるため鮮度を保ちながら賞味期限の延長ができます。シールパック社の包装機が可能にした新しいパッケージです。ハロパックは紙製容器でマップ包装を実現した環境配慮型パッケージです。マップ包装による賞味期限延長に加え冷凍保存も可能となります。容器においては紙とフィルムを簡単に剥がせる構造となっておりリサイクルがしやすいです。欧米などでは採用実績があり惣菜やサラダ、生鮮食品などの実績があります。フラットスキンは紙台紙に商品を充填しトップシールする包装形態です。主な特徴としては密着した真空包装によるロングライフ化、店頭で目を引くパッケージング、包材におけるプラスチック削減が挙げられます。伸びやすい特殊なフィルムを使用することで食品の隙間にフィルムが入り込み酸化の防止やドリップの抑制につながります。これにより旨味を逃すことなく保存が可能となります。台紙の活用次第では立てかけたり吊り下げたりと様々な陳列が可能となります。また台紙にデザインを入れることができるためパッケージ全体を使って魅力をアピールすることができます。紙台紙を使用していることから最大 90% のプラスチック削減が見込めます。以上が各種包装形態のご紹介です。テストご希望の方は弊社までお気軽にお問い合わせください。